前回のあらすじ、とりあえず北海道に着いた。あらすじすぎんだろ？それだけ。ってことで北海道旅行、2日目から再開していきましょう。高すぎだこれ。あんた前回その1投稿した日いつか分かってんの。あれからどれだけ経ったと思ってる。視聴者の皆様からも早くだぜと最速のコメントたくさんもらってて大変なんですよ。あのコラボ動画だって半年ぶりの動画じゃねえか。すみません、北海道回が大幅に遅くなったのは全力で土下座して謝るしかないです。楽しみにしていただいた方には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。あとお前 DVE と A 列車の実況だって作らなきゃいけないんだろ。確か A 列車って近々バージョン5の発売が決定したとかなんとか。もちろん予約させていただきました。そこんとこはちゃっかりしてるんだよな。あと駅名動画とかの撮影とかも行かなきゃなんでしょ。音声はいくつかネタが出来上がってるので、あとは本当に撮りに行くだけですね。これでも少しずつ編集進めてるので、あともうちょっとだけお待ちください。そのセリフ何度聞いたことか。そんな遅延投稿者のうぬしに朗報。絶対嫌な予感しかしないわ。ここから錯覚シリーズの最大投稿間隔が1年を超えた場合、罰としてあんたの肉声を披露させます。うわぁ、なんだその視聴者いじめな罰ゲーム。誰も待ち望んでないのは明確ですね。あ、そうか、マイク買わなきゃ回避されるから買わなきゃいいもんね。少々お見苦しいシーンがあったことをお詫び申し上げます。そもそもこの謝罪シーン自体が見苦しいもんでしょ。ていうかそろそろ始めないと視聴者様からまた叩かれますよ。そうだな、それではお待たせしました。これより本編をお楽しみください。はい、では気を取り直してここから本編開始でございます。なお今回は目指せ30分切りを目標に動画を進めたいと思いまして、前回アホみたいに撮ってきた素材全部使い上がったからな。だから50分弱の動画が出来上がるんですよ。ちなみに今日の動画でせいぜい3日目の終わりまでは進めたいところ。編集だるいのと容量の関係か。なぜバレたし。じゃあとっとと出発しましょうよ。こちとら早くペンギンと戯れたいのよ。触れることはできないんじゃないんですかね。じゃあ早速動物園に向けて出発。その前に家の前の雪かき終わらせないと。30分切らせるんじゃなかったのかよ。家の前だけでこんなに雪か。ちなみに家の前の道路も範囲だからそこも除雪するからな。朝から意外にも仕事量が多いな。あれ、そういや霊夢どこ行った。また逃走か。いえ、それがさっきうぷ主さんが捨てた雪と一緒に放り投げられてましたよ。何やさんでやがんだあいつ。うわ霊夢だし自力で戻ってくるだろ。おっしゃって。無事に除雪作業も終わりまして、祖母の病院へ向かうタクシーに同乗し旭川駅に来ました。ついでに仕方なく霊夢も救出してきました。私はついで扱いですか。そうですか。さてこれが動物園駅バスの乗り場なんだけど、めちゃくちゃ並んでるじゃないですか。今日は平日だってのにすごい人だな。さすがに乗り切ることは無理でしょうね。と思ってたら臨時バスが2、3台手配されたね。駅前だし台数には困らないのか。臨時バスが手配されるってことはすでにバス会社もこれを想定済みだったってことですか。みんな寒い中よく行こうと思うよね。それ私たちにもブーメランなんだが、この子見ようじゃ座れなさそうね。仕方ないよ、30分なんとか立ちでこらえてくれ。では乗り込みましょう。途中先に発車した動物園駅のバスに追いつく展開に。わかりにくいわ。しばらく一進一退が続くそうですね。途中ドリフトとかしたりして慣れてたまるか。もうちょっと進むと JR の旭川市場駅をアンダーパス。市街地にあるのに無人の高架駅なんですよねここ。さらに20分ほどした走り、紅葉団地のど真ん中を突っ切っていくよ。標識にも動物園の名前が出てきたから、もうすぐで到着かな。あ、終点が見えてきましたね。確かに30分は乗ってたな。意外と辛かった。でも道混んでなくてよかったです。ふわぁ。あ、そろそろ着いたかしら。お前立ちながら寝てたのかよ。バスの中ってあったかいからつい寝ちゃったわ。つい寝られるレベルなんですね。ぶっちゃけ俺も睡魔と戦ってた。まだ10時過ぎなんだけどな。大丈夫、帰りのバスでしっかり寝とくから。それ撮影放棄宣言してるのと同じじゃないか。ほらほら、もう着きましたよ。あ、やっとホッキョクグマのふかふかな毛の上に乗れるのね。殺されるぞお前。やっとこさ動物園に着きました。ここからいよいよメインイベントだな。どんな動物に会えるのか楽しみです。どれ持って帰れるかな。まずその思考を捨てないか。まだちょっと早かったね。開園は10時半だってさ。でも次の路線のバスに乗ってたら確実に開園後だったから、ちょうどいいのに乗れたんじゃないんですか。そうだね。じゃああと少し寒空の中待ちますか。あ、熱が進んだわ。いよいよ開園の時間ですね。マリサ、空飛んで上から見てみましょうよ。寒すぎるから遠慮するぜ。それもそのはず、現在の気温は堂々の氷点下 3.8 度。うん、顔とか耳とか痛いですね。最初はどこから行くのよ。ちょっと早いかもしれないけど、散歩が見れるペンギン館の方に行ってみるか。今は外の方から行くけど、後で室内展示も行ってみようか。へえ、屋内にも展示施設があるんですね。私そこに行ってていい。おいこら逃げるな。旭山動物園では今これだけの数のペンギンを飼育してるみたいだね。手書きのイラストがなんとも可愛いです。本物はこんな感じ。お、早速いたな。雪の中にずっぽり埋まっちゃって、まあまるで雪の上を飛んでるみたいですね。なんかめちゃくちゃ動きづらそうじゃない。ペンギンにとってはこれが移動手段なんだな。トボガンっていうらしいぜ。しばらくしたら飼育員さんに誘導されてペンギンたちが集まってきました。まるでペンギンのバーゲンセールね。もうちょっといい表現ないのか。これだけの数が集まるとなんか圧巻ですね。1匹くらい逃げ出してもバレなさそうでしょ。山の中からどこに逃げるってんだ。よ
よく見たらキングペンギンのヒナまでいたね。ヒナといえど体格は親鳥とあまり変わらないんだな。むしろヒナの体毛の方があったかそうですよね。これキウイ。あったこれ以上言うな。なんかもう逃げ出したい子までいるみたいですが、ここでの生活に耐えきれなくなったのね。これから散歩の時間だろ。キングペンギンに混じってイワトビペンギンがお出まし。ガラスが汚くて見えないんですけど、そして俺の好きな一種ジェンスーペンギン。目の周りの白いラインがなんか可愛いな。この子は一体何を黄昏れてるのかしらね。この壁の向こう側とか。進撃の巨人か。そしていよいよ散歩開始。歩く姿を間近で見る時が来るんですね。待ちに待ったと言わんばかりに飛び出してきたな。さあペンギンを切ってきたのは先ほど顔が隠れてたイワトビペンギン。負けじとキングペンギンも続きますが、イワトビペンギン何を思ったか引っ返してしまった。これは試合放棄か。勝手に実況つけたすな。そういうもんじゃないの。誰がレース大会っつったよ。もともとは冬場になるとどうしても動かなくなるペンギンたちの運動不足解消を目的にこれが始まったらしいね。飼育員さんの話によればこれは全話強制参加じゃないみたいです。自身の意思で表に出てくるらしいね。まあそうか。ペンギンたちにとっても触られることは嫌だもんな。ってことで柵が開いてからしばらくしたら閉じるそうだよ。じゃあ今回はこの鳥たちで歩くわけですね。まあ確かに歩くとは言ったものの、ペンギンとも完全に停止である。これじゃあただ突っ立ってるだけじゃねえか。まあ映す側としては大変ありがたいけどね。全部遠くでも見消されましたか。お、やっと歩き出したな。たった1羽の異色の存在。ジェンツーちゃんも負けじと頑張って歩いてるわよ。こう見ると全然体格差あるもんな。他のジェンツーたちはどうしたんでしょうか。きっと屋内であったかく過ごしてるのよ。だからお前も室内何見てんだおが。いえ別にそういうわけでは。俺様のそばに気安く寄るんじゃねえチビ。向こうにでも行っとれ。ごめんなさい。今なんかペンギン界の闇を見た気がするんだが気のせいか。そうね気のせいよ。そうだな気のせいだ。うつみちさんきっと疲れてるんですよ。無駄っ2日目なんだけどな。なんかこんなところでトボガンしてる子いるんだけど。あれ起き上がれねえだけなんじゃねえか。これも立派な試練だ。乗り越えなければならない道なんだ。一体この子何を目指してるんですか。そんなこんなでグダグダしてたら飼育員さんに促されてようやく進み始めました。始まってから5分くらいずっとこの近辺にいたもんな。ちなみにこのペンギンたちはどうやってこの表通りをまっすぐ進めるかわかるかい。さすがに記憶能力はそんなにないはずでは。実は俺ら観光客が道に沿って並んでるから、それを壁と認識してまっすぐ歩けるらしいよ。人間と違って目の位置が違うからな。私たちがいることでちゃんとコース形成できてるわけだ。では最後に動物園からのお願いを代わりに掲載しときます。別に頼まれたわけでは。フラッシュ撮影はペンギンたちがびっくりするので控えてください。散歩のコース上には赤い線が引いてあります。散歩中はその線から越えないように見てください。仮にペンギンたちが近づいてきても触らないであげてください。あと餌とかもあげちゃダメですよ。みんながちゃんと見れるためのお願いだぜ。ルールを守って楽しく、そして可愛く見てあげてくださいね。このように冬場は1日2回くらい散歩してるので、動物園を訪れた際はぜひぜひ見に来てみてください。お前は回しなんか何かか。では続いてお隣アザラシ館に行ってみましょう。親父さん先行っちゃったわよ。ここでは水中からアザラシの生態を目の当たりにすることができるんだな。内装もすごく凝ってて岩場みたいですね。ここには有名なアザラシのトンネルがドカンと置いてあるよ。ほう、垂直に泳ぐ姿を見ることができるのか。なかなか新鮮な作りですね。もちろん普通の水槽も併設されてるので、どんな感じに泳ぐかを見ることができます。しかしまあこんな冬の寒い時期によく寒中水泳なんてできるわね。もともと氷のある地域に生息してるからな。私だったら1秒で海の底ね。それは泳げなくてなのか。ちなみに動物園の各館内には各動物の案内表示があって、出口の方向を教えてくれるんだ。なんか伝え聞いた話でこの出口案内の看板だけをコレクトしたガチャガチャがあったとか。それはガヤにたくさんあるんだけど。すでに買ってたんですか。中だけでなく外からも見ることができるよ。なんとまあ優雅に泳いでますね。こいつなんてふて寝してるわよ。ふて寝じゃないだろ。かわいい寝顔ですね。業務多分こっち尻側だと思うんだ。じゃあ尻繋がりで隣の北極熊館も行ってみようか。確かに尻だがこっちは出口だ。まあ熊だからそれなりの大きさあるわね。これでも肉食で熊の中では最も食い意地があるそうだ。さて霊夢、それでも背中に乗りたいとか言ってなかったか。か体の毛を触るくらいならそれでもなお触れたいという意思は変わらないのか。北極熊なんてなかなかお目にかかることは少ないですね。その名の通り寒い地方にしか生息してないし、何より絶滅危惧の窮地に立たされてるからな。乱獲、温暖化、要因は様々だな。じゃあその温暖化の原因の一つであるウプ主、食われてこい。なぜ俺だけ。ウプ主が代表でいけば食料危機も解決ってことよ。何一つ解決じゃねえよ。続いては北極ギツネ館の展示ですね。雪が積もってて何も見えやしないんだけど、確か北極ギツネって大毛城じゃなかったっけ。ってことはどっかに紛れて、まさに保護色。これは確かに見つけにくいわ。てかあんたよく外で寝られるわね。お次はレッサーパンダ社に来ました。あれでしょ、ラッルとかいうやつ。あれはアライグマなんでこれとはちょっと違いますね。レッサーパンダってもっと南の地域に住んでるものだと思ってたわ。基本は温帯や亜熱帯の生息だな。一応高いところだと4800メートル標高のところにも住んでるらしいな。あとレッサーパンダは木の上での生活が多いそうです。そう言われるとここは寒帯だし、しかも雪の上だしで大丈夫かしら。それでも元気にじゃれ合ってるな。寒さ知らずだな。さすがに北海道で生活してると慣れちまうもんなのか。なんだかそれ慣れさせられた気か
しないような。だけど公認式同士でじゃれてるとなんかイラッとくるわね。俺も思ったわ。リア充派手やがれ。何言ってんだお前ら。ここは編集の力でこうしてやる。何そんなことしてんだよ。無理やりピンクへ雰囲気に仕立て上げたわね。次はお隣白フクロウ社。これも北極狐に似て保護色よね。白フクロウってなんだかかっこいいイメージあるよな。某魔法学校の映画でそういうイメージがついた気がしますけどね。こういう孤高な感じも私好きだな。あんたの独り身だから。かなり俺貧乏猫。でもフクロウって夜行性だからこの子の顔見てるとすっごい眠そうなんですよね。あくびまでしちゃって。まあだったらじっくり見てないで寝させてやろうぜ。続きまして狼の森。ノルウェーの森。確かにいそうだけども違う森だぞ。入ってみればそこは森さながらな環境に仕上がってます。まさしくノルウェーの森じゃない。あれ最後旭川に向かう人を見送るシーンがあるそうですね。やっぱり旭川つながりで作ったのかしら。絶対違うだろ。なお1回目に来た時はほぼほぼ全頭が寝ておりました。こいつに限らずよく真冬の空の下で寝られるものね。野生の動物だってそうだろうよ。ただ戻る時にもう1回来てみたらちゃんと動き回ってました。こう見るとなんだかすごい気迫を感じますね。確かに一匹とはいえどすごい存在感だもんな。あの目つきとか怒った時のマリサの目そっくりじゃない。どこがそっくりなんだよ。あと一匹狼なところとかな。うまいこと言ったつもりか。マリサさんってそこまで友達少なかったでしたっけ。ウプ主よりかはいるのは確かだな。まああんた出かけない性格だもんね。最近の目標は家から一歩も出ない日を作ることです。よりニートかが進んでますね。ちなみに遠吠えは聞けなかったですね。これからなんだか恐怖感じるわ。次は両生類爬虫類者。ここは屋内展示施設なんだな。寒いから少し温まりましょうよ。お前だけ目的違ってるぞ。まあその名の通りカエルとかヘビとかがケースの中で展示されてるよ。動物園でヘビってちょっと珍しい気がしますけどね。それも北海道でやってるっていうとこがまたな。そうね、これとかすごいことになってるわよ。なんなんだこれは。これどうやらヘビだけ空中の通路を経由してこのドーム状のところまで行き来できるようになってるっぽいんだけどね。もはやその機能を成してないというか。まるで日本の通勤ラッシュさながらね。これだけ詰め込んじまって絡まってるんじゃないのか。確かに一理ありそうだ。次は北海道産動物社。ここは北海道に生息している動物をまとめて見れるんですね。例えばこのミミズクとか。こいつも白フクロウ同様眠そうね。あとはエゾクロ犬とか。なんであんただけ温室住まいなのよ。そんなに羨ましいか。こんな可愛い見た目しておきながらリスとか鳥とかも食べるそうですよ。全然そんな風には見えないけどね。やっぱり見た目に左右されちゃダメなんだな。マリサと一緒で何でもかんでも私と一緒って言えば済むと思うなよ。あとはオオワシとか。このじっと構える姿勢とかかっこいいよな。言っとくけどこれ静止画だよ。そんなことわかりきってるわ。あとはエゾユキウサギとかね。こんな端っこで丸まっちゃって。まあちなみにこいつ見つけるのに1分くらいかかりました。こんなところで保護色が役に立ってますよ。ウプ主相手に役立たれて不本意だろお前さん。それはどういう意味かなマリサくん。次は隣のチンパンジー館に行ってみましょう。さすがに冬は人間と同じく寒さに弱いので屋内での展示だね。それでも綱とか輪っかとか屋内でも十分に遊べるものは確保してあるんだな。こうやって身軽に登り降りできるところあたりいいなって思うわね。一応私たちも空飛べる能力はあるけどな。これ見てて落ちないかちょっと不安になりますね。落ちてるのは餌の残骸とかだな。血痕がないあたりを見ると落下事故はなさそうでよかった。どこを判断基準にしてんだお前は。あとここは下からぐるりと上に向かっていくような構造なので上の部分にいる子たちも間近で見ることができるよ。ほんとね、こういう修羅場なところも見ることができるのね。どうしてそういう方向に想像するかな。うつ主さん、そろそろお腹すきませんか。お、もうお昼時なのか。私はいつでも食べる準備はできてるわよ。お前は年中無休でそれだろう。じゃあちょうど半分くらい見回ったし東門近いからここらでお昼にしようか。へえ、ここにレストランがあるんですね。少なくとも屋内で安心したわ。レストランって基本屋内じゃねえか。ってことで思いっきり飯テロかまします。なんて野郎だ。ちなみに今回いただいたのは温玉のせりうどんです。これは注文するとフリードリンクがついてくるので一緒にジュースとあったかいスープをつけました。寒い時期にスープがつくとありがたいですね。この他にも北海道名物のラーメンやカレープレートなどかなりたくさんの種類がありました。確かにメニューの種類は豊富だったな。私的にはまだ食え足りないんだけど。それはお前だけだ。わあ、すごい雪ですね。私たちこんな中外歩いてたなんて信じられないな。もう私外出たくないんだけど。お前だけ帰れなくなるぞ。あとこの東門にはレストランの他にお土産ショップもあるので時間がある方はそっちも見て行ってもいいかもね。ちなみに俺はそこで黒い恋人なるものを買いました。紹介はラストチョコクランキーでした。それ言っちゃっていいんですか。なおレストランおよびショップは動物園の敷地外の扱いなのでここに寄る方は必ず入隊縁口で再入場のスタンプを押してもらってください。それがないと戻れなくなってしまいますからね。と注意喚起もしたところで再開しますか。まあ相変わらずの雪模様だな。これ滑って行った方が早そうね。転ぶぞお前。ここ最初に訪れたのはオランウータン館。まあ単純にオランウータンがいるだけでした。ピンボケしてるし雑かお前。続いては隣のトナカイワクチ社。トナカイって日本にもいたんですね。北海道はギリギリで亜寒帯だからな。こいつら夏の間とか大丈夫かな。何も赤道直下じゃないから平気で越すだろうよ。でなんで餌食べてるシーンなんか撮ってるんですか。唯一間近で撮れたのがこれだけで。もっと何か撮っとけよ。今はちょうどクリスマスの時期だししっかりと栄養を取ってるのよ。まあ霊夢にしては綺麗なこと言ってるしそういうことにしておくか。次は猛獣館に行ってみよう。ここでは肉食獣を中心に展示してるんですね。まあ館とはいえど単に頑丈なコンクリの壁があるだけで区切られた部屋っていうのは一切なかったな。むしろ動物の
方をちゃんと区切らないと大変なことになりますからね。ここは重厚なガラスや網から中を見ることができるのね。でもそのガラスも危険対策からかすごく小さくて見えづらいですね。大きいガラス壊されたりコンクリの壁飛び越えられたらひとたまりもないからな。そんな事故はつくたまるか。そして再びペンギン館の屋内側を見に戻ってきました。やっとあったまれる場所に来れたわ。ああ、さっさと建物入ろうぜ。急にマリカさんが寒さで突っ込み放置した。ここには水中トンネルがあってペンギンの泳ぐ姿を中から観察できるんだな。お、ちょうど泳いできたぜ。まあそうやって優雅に泳がれてもね、私たちにはもう寒そうとしか思えないんだよな。よく氷点下の水でも泳げるわね。もともとそういう地域に生息してる動物ですからね。水中トンネルを抜けると岩場とプールがあって、あったかい地域に暮らすペンギンなどがそこに集まってます。確かに屋外から隔離されてるんじゃあったかそうね。そのペンギンの種に合った環境を整えていますからね。まあそのあったかさゆえにあんま動いてないけどな。うつ主のニートっぷりそっくりじゃない。俺そこまで動かない人間じゃないぞ。むしろペンギンたちの方が置物感たっぷりですけどね。あとこん中に混じってまたジェンツーが1話だけお出まし。あんたもどっかの誰かさんに似て神出鬼没よね。あら、こっちに来てくれてますね。カメラに気づいたから寄ってきてくれたのか。そんなサービス精神持ち合わせてるんですかねこの子。その横にはガラスのドームがあって、そこから顔を出して外のペンギンたちを下から見上げることができるよ。うわぁ、そこの人たち寒いでしょうに。私たち見たくなかってあったまればいいのにな。ここのお二人は何を挑発してるんですか。次はちょっと歩いてカバカンに来ました。ここの屋内でほんと安心だわ。だわ。ダメだこの人たちどうにかしないと。このカバカンは多分初めて来る施設だと思うんだよな。ってことは前に来た時は建設中だったんですね。しかしまあ開放的なプールだよな。あんたの水あったかそうね。私たちも一緒に泳ごうかしら。このまま食われてしまえばいいのに。やばい、業務まで制御つかなくなってきたぞ。ちなみにここもペンギン館よろしく下から水槽を見上げることができますが、とりあえずスルー。スルーしちゃうんですか。カバカンからは屋内経由でキリン車に通じてるのですが、その経路の途中でとあるコーナーを発見しまして、写真がだいぶボケてますが、見た感じや森とかそういう雰囲気よね。言っておくがこれは閲覧注意がだぞ。だからちょっとモザイク気味なんですね。閲覧注意がなんだ、別に実況していちゃいいじゃねえか。今の私たちだったら怖いものはないわ。さあとっとと見せなさい。言ったな、さっきからキャラ設定忘れて絶賛暴走中のお前らに全罰与えてやる。じゃあうつ主さん、これの正体とは。あ、正解はゴキブリ。お前の人の意味までご存知の人は言うならないようで歌ったとは思うけど、確かにも仲良くて出てたのでいる人は見ることができない。おお、よく驚いてらーな。これ見せられて驚かない方がすごいわよ。あー、びっくりした。まさかゴキブリ見せられるとはな。しかもこんなにいっぱいいるなんて。ちなみにこいつらマダガスカルコックローチは一般的なペット用ゴキブリとして飼われているそうで。一般的ってなんだよ。しかもペット用にゴキブリって飼われてるのね。え、どうだ、少しは正気に戻ったか。少しどころかバリバリに戻りました。どれでも戻らなかったら相当狂気ですって。なおこいつらはカバ館内のゲテモノコーナーにいますので、現物を見たい方はぜひお立ち寄りを。これを喜んで見に来るやからなんているのかしら。よし、産地回復したところで再開。むしろあれ見せられて減らされた気がするんですけど、あの、そして出口付近でまさかのイノシシに遭遇。これも飼育下だろうが。へぇ、ここイノシシもいるのね。これ突進してきてこの柵突破されてこないんですかね。そのまま地下を通じてキリン車に殴り込み。殴り込むな。やっぱり動物園といえばキリンよね。霊夢さん的にはそこはライオンとかパンダとかじゃないんですね。ここはキリンの首の長さに合わせるように通路が設けられてるんだな。そこはちゃんと生態に合った作りなんだな。下から見上げるとこんな感じ。上の通路も結構な高さありましたから、下から見てもキリンの背の高さはなんだか圧巻ものですね。このキリン下から見るか横から見るかってやつ、そんなタイトルの映画最近あったな。そしてその向かいにはカバカンの中にいたはずのダチョウたちが野ざらしにされてました。野ざらしいよな。あんたもキリンもアフリカ原産なのによくここで生きてられるわね。やっぱり長いこといたから慣れちまったんじゃ。洗脳教育か。それ慣れさせられたが正解では。とまあこんな感じで大体一周回ってきたかな。やっと全部見終わったのね。あれ、園内図見た感じだと言ってないとこがありますね。実は冬場になると降雪量が多すぎて一部の飼育施設は閉鎖されるんだよね。さすが日本最北端の動物園、そこはしっかり対応してるんだな。で、どうだったよ北海道の動物園は。冬ならではのイベントだったり、寒い地域に生息している動物を見れたので楽しかったです。ちゃんと動物たちの生態を分かっているからこそ、それに合った施設の作りになっていてよくできてるわと思ったわ。次来た時は雪のない状態の中で見に行きたいぜ。そうだな、機会があったら次は夏場にでも訪れてみるか。よし、じゃあ西門から出てバス乗り場へ向かうぞ。今の時刻は13時ちょっと過ぎか。次のバスは13時30分発の旭川駅行きね。うつ主さん、バス待ちの屋根の壁にこんなものが。これはペンギンのシルエットが描かれてるのか。こういうところにも遊び心があっていいな。こういうところにもなんかしとかないと客離れの危機だからじゃないの。旭山動物園って結構な入園者数いるぞ。あ、始発のバスがやってきましたね。よかったわ、早めに来てくれて。もう少しで休憩中のバスに無理やりでも乗り込むところだったわ。栄養妨害するんじゃない。なんかこういうタイプのバスって昭和感あるよな。ハイデッカータイプで折り戸だからか。おまけに床が木の板ですからね。これ見ると南海の電の300系を思い出すな。確かにあの漏電車も床が木の板だったわね。漏電車言うな。行きは立ちだったけど帰りはしっかり座れたので、まあちょくちょく沿道を取りながら帰っていきますか。こうやってまた取らないつもりなんですよね。できるだけ取りたいなぁと信憑性に欠けるわ。そういう
言うなら撮ってみるけどさ、まあご覧の通りですよ。あ、そういえばそうだったわ。ちなみに発射してまだ3分も経ってないんだけどね。こんなとこに動物園作ったのか。あと変な巨大看板を見つけました。これ広島ですかね。そんなんでうとうとしてたらいつの間にか市街地に戻ってきてました。あらにもやっぱり撮影放置してんじゃねえか。住宅地以外何映せって言うんだ。まあ私たちもぐっすり寝てましたからね。霊夢に至ってはまだ寝てるみたいだけどな。何この超絶のんびりモード。40分くらいバスに揺られようやく旭川駅まで戻ってきました。ほらもう着いたから霊夢起きろ。ん、何？もう渋沢戻ってきたの？そこまで行ってねえよ。ちょっと駅横のイオンで買い物しまして、ここから家までは普通列車に乗車します。普通列車つったってどの路線なんだ？ここ旭川には札幌方面の函館本線の他に稚内方面の宗谷本線、網走へ向かう石北本線、そして富良野線の4路線が乗り入れてますからね。最寄りは神楽岡駅なので、たった1駅だけど富良野線に乗車します。今度の発車は1番線からの富良野駅ね。新しい駅舎は気を使っていて、なんだか落ち着く雰囲気ですね。相変わらずのピンボケぶりはどう突っ込んだらいいのやら。ホームに出て番線を確認し、ちなみに階段やエスカレーターの出入り口には風切り室がありますが、そこから外は外気温なので気をつけてください。どれもうちょっと早く行ってほしかったわ。軽く駅名表を取りまして、この車材いるのか。そしてこちらが今回乗車する富良野線の車両です。なんだかちょっと角張った車両ですね。中にもうつ主すぎそうな形してるよな。あれ、この車両もしかして機動車なのか。ご名答、実は旭川から東側の路線は運転所のある宗谷本線新旭川駅付近までの区間を除き全部非電化路線なんだよね。確かに言われてみれば機動車っぽい側面の配置ね。ってことで旅行機初の機動車に乗車です。外だけでなく座席配置も旅客型さながらのセミクロスシートの配置になってます。クロスシートは2対1の集団見合い式か。トイレもついているあたり本当にローカル専用の機動車って感じね。まあせっかく旅行機での初機車乗車なので、その走りをしっかりと見させていただきましょうかね。でかよ、無駄な尺稼ぎの車窓タイムだけど、単に車窓流すだけだと手抜きって言われねえか心配なんだよね。じゃあそこはコメ編でもやればいいじゃない。字幕で見えにくくなるだろうが。なお車窓シーンはこの後もあるんだよね。まさかその度にコメ編やるのか。それでもある程度は前回の動画のコメ編コーナーで答えたので、ほとんどはただの車窓動画にはなりそうなんだよね。じゃあもう普通に車窓動画でいいじゃないですか。ていうか別に車窓流すだけなら手抜きじゃないんじゃないの。まあこれも立派な動画ですからね。じゃあやんなくていいか。諦めんなよい。まあ走行しているうちにいつの間にか旭川発車してたしね。そういうギザグダしてるから自動放送も始まっちゃったし、誰かそこの空いている 7%級のドアに突っ込んであげなさいよ。突っ込み投げ石、しかも字幕かぶってんぞ。あ、本当に空いてた。じゃあ字幕でですが、ぼちぼちコメ編やろうかね。なんで字幕でなんだよ。そこは放送も楽しんでもらいたいっていう思い。もう手遅れな気が。じゃあもうさっさと行くわよ。最初のコメントはこちら。あ、ちなみに区間は神楽を確認しよう。黙ってろ。あ、はい、すいません。ことで以上、文面によるコメ編でした。結局字幕だらけで見えにくかったじゃねえか。そもそも文の内容が変身なんですかね。これじゃあ普段の会話と変わんないわよ。はいはい、ごちゃごちゃ言ってないで。神楽岡ついたので手早く降りましょうかね。おい、こら受け流すんじゃない。そっか、ワンマン運転だから運転手に切符渡すんですね。切り替え早いな。おい、ホームは普通に雪積もってるのね。まあここ無人駅だしな。あとは発車シーンでも撮って2日目は終わりにしようか。今日は普通に動物園に行って帰ってきただけでしたね。まあ慣れない土地だと1日に1箇所だけ行って戻ってくる方が安全だろ。まあ外寒いし、家であったかく過ごせるならそれでいいわ。ここから家まで20分ちょっとあるけど、じゃあダッシュで帰りましょう。道に転ぶぞ。ていうか機動車って意外と加速力あるんですね。まあよく言えば全 M だもんな。なら悪く言えばなんなんだ。こら列車も行ったのでゆっくり帰りますよ。ちなみに今日の夕飯は海鮮丼でした。何気なく飯でろかましてんじゃねえよ。やっぱり道産の魚はうまかった。じゃあごちそうさま、あと風呂入って寝るから、あとよろしく。ロケットも出会った私。3日目。はい、おはようございます。3日目です。だから切り替えが雑だってんだよ。しかもこれ本当に朝なんですか。こんなに朝早いんじゃ真っ暗なのは当然じゃないの。今日はちょっと早めに出てみんなでスキー場に行こうか。冬といえばやっぱりスキーよね。やっとここに
に来て冬場らしいイベントだな。まあでもせっかく北海道来たんだし、ウィンタースポーツくらいやっておきたいな。そうよね。今日は一日中滑りまくるわよ。その言い方だと寒い人みたいですよね。すでに前回2回もやらかしてるからなこいつ。除雪作業を済ませ家からほど近いバス停よりバスに乗車し、一度旭川駅へ向かいます。しかしここでなんと口事件発生。なんだよ、何やらかしたんだよお前。あと俺の声が入ってるのでご注意を。隠しきれなかったのね。なんで取り損ねるかな。仕方ねえだろ、手袋してたしよ。それでなおスカッと整理券取り損ねる人初めて見ましたよ。ってことで無事旭川駅到着です。この時間バスも朝ラッシュで学生さんがいっぱい乗ってたな。めっちゃ混んでましたし、おまけに旭川駅で降りたの私たちだけですよ。ところで今回はどこのスキー場に行くのよ。今回は旭川市の北林ピップ町にあるピップスキー場に向かいます。ってことは7時52分発のピップ駅に乗るんですか。いや、それだと早く着きすぎてピップ駅でバスに接続できないので、その次の8時8分発の夜駅に乗るよ。確かに列車降りてから待つよりかはいいか。だから早く来てこんなとこで撮ってないで下の待合室にいた方が良かったのに。そしてこいつが今回のルナヨロ雪の普通列車だね。昨日乗ったやつと違ってなんかゴツゴツした印象だな。これが国鉄時代に量産された機動車なんですよね。あとこのキハ40系には側面の行き先表示器が設置されてないので、未だに車体側面にはいわゆるサゴが装備されています。確かにこれ見ちゃうと国鉄型って感じよね。これが登場して40年以上経った今でも現役なんだぜ。そして隣のホームには先発のピップ駅がいますが、前述の通りこれには乗らないので発車シーン撮っていきます。まさかこれのためにわざわざ寒いホームで出てきたの。さっきの時刻表見た感じだと次の名寄駅までの間に東旭川駅普通列車と札幌行きの特急ライラック号くらいしか発車しないぞ。東旭川駅もこれと同じキハ40系だし、ライラック号の1日目と同じ7パー級の基本番台だったから、まあぶっちゃけホームに出てきた意味は結構薄れてるな。本当に何のために早く来たんだか。一応これも国鉄車ですし、新型機動車も出てきたので、もうそろ使いが始まるんじゃないかと。そういや前回京急2000の下りからあいつあっという間に全廃になっちゃったものね。4ヶ月弱でしかも最後まで残ってた2011編成っていうな。まあと部門取ったので乗車しますか。あーやっと寒さが和らぐわ。過去一ピップ駅が出るまでドア開いてなかったんだな。同じ宗谷本線の列車ですし、車内ホームと五重防止の意味もあるんでしょうね。ってことでいろいろと取りやすい最前部を陣取るぜ。ここで入り口に近いからもうちょっと中でもいいんじゃないの。そのために仕切り戸が設置してあるんですね。でも手動じゃない。おかげで十分あったかかったけどな。そして8時8分定刻通り発車。ちょっと待った、これ発車シーンってことはまたバカ長い動画ファイルなんだろ。その通りだが、なぜわかった。わかったも何も。今までの流れからして大体予想つきますって。ってことはまたこの辺やるの。さっきの走行シーンから3分しか経ってないぞ。それもそうだし、あまりネタないし、窓面積小さくて外の景色あんま映ってないからもうやらないよ。そりゃ端の方に座るからですよ。まあ今回は純粋に車窓と放送を楽しんでいただければと。これが本来の車窓動画なんだからな。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。普通列車名寄行きです。途中北長山南ピップには止まりません。ワンマン運転のためお降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は釣り線のいらないようご用意ください。両替機は運賃箱についております。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上通話はお控えください。また車内はすべて禁煙です。なお走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますのでご注意ください。次は旭川与城です。ってことで順調に進みまして、ピップの一つ手前長山まで来ました。またカットしやがったな。本当に実況しなかったですね。あの空白の30秒こそ本当にねえ、うぷ主どうと巻き戻してもいいかしら。おい霊夢どうした、いきなり逆再生しやがって。ちょっと不可解な部分があって。なんかありましたっけ。正直見てればわかるわ。だ、確かにそうだな。これ、もしかして普通列車なのに通過駅があるんですか。お、よくわかったね。その通り、宗谷本線に限らず、JR 北海道の各線区では乗降客数の少ない駅で一部の普通列車が通過するというどこぞのカオスダイヤ。元い名鉄もびっくりなダイヤを組んでいます。名鉄でさえ普通通過は消滅したけどな。宗谷本線では、北長山、南ピップ、北ピップ、東六線、北県口、下志別、水穂、東久連、北西、四国、南陸下、初野、門戸内、吉尾川温泉の駅を一部の普通列車が通過していきます。昨日のスタッフらの線も例外ではなく、学電、近内、西中、上り旭川駅に限り旅へ、日生は、西水穂の駅を通過する普通列車が存在します。しかもあろうことか倉野美瑛の6個号も旭川発着で美瑛までも停車のやつも含め全て普通扱いだそうだ。この通過される各駅にほぼ共通して言えることが、乗降客数が少ないこと、いわゆる仮乗降場からの昇格で駅設備がホームいたと駅
明瞭と簡素な作りの待合室程度という、本当に必要最小限の設備しか整ってないことが挙げられます。別に JR 北海道だけでなく、全国でも通過駅のある普通列車っていうのは存在するみたいね。我ら地元関東圏にも通過駅の存在する各駅停車がいるくらいだもんな。こっちはむしろ一部停車の方が定員的には正解なんでしょうけど。かつて JR 北海道の鉄国本線にあった、朝1本夕方3本だけしか止まらない旧白滝駅なんかが有名なところだね。たった一人の JK が卒業と同時に廃止になったって言われね。言い方よ。何言ってるのマリサ、乗客の役じゃない、こんな訳し方するか。そして今乗ってるこの323便に関してはスタピックから先の通過駅にたった4本だけ止まるレア運用のうちの一つだったりするんだよね。その4本のうちの始発の1本が旭川から稚内までの6時間通し運用って、さすがは日本最強の地方交通線だけあるわね。こうして普通列車が通過するのも利用客減少の現実が物語っているので、一度だけでも乗りに来られてはいかがでしょうか。翌日か、だからあんたは回しもんか何かなの。走行しているうちに列車はピップ駅構内に入線してましたね。せっかくその話題出したんだったら通過シーンでも撮っておけばよかったじゃないですか。反対にはさっきのピップ止まりの列車が止まってるわね。そいつはやはり折り返しで旭川に戻るそうだ。で、なんでお前は運転台に視点移したんだよ。なんとなくブレーキング取りたくなって。という意味よ。まあ自動空気ブレーキなんて機動車か機関車くらいだけですし。その類地元じゃ走ってないからな。そしてようやくピップ駅に到着しました。旭川から20分ちょっとってとこかしら。ここまでだったら旭川までの区間でおおむね1時間に1本あるみたいだし。まあアクセスは十分確保されてるみたいだな。では安定の発車シーンを撮って地下40系とはおさらばします。しかしまあ本当によく降り積もってるわね。これじゃどこまでがホームか分かったもんじゃないわよ。そんな橋の方ギリギリまで行くやついねえだろ。うわぁ、線路だけでなく前面にまで雪がびっしりと。こんなんで下りの運転時は大丈夫なのかね。昨日乗ったやつもそこそこ付着してなかったか。ってことでここからバス接続までの間ピップ駅の様子をご紹介していきます。左上には写真消化用なんだろ。まずこちらがピップ駅の駅舎ですね。無心じゃないこら。なんか旭川駅に似て新しい感じしますね。この駅舎も2016年にリニューアルされたそうで、もちろん外壁だけでなく屋内も気を使った温かみのある待合室に仕上がってます。確かにアットホームな感じするわね。時刻表とかなければ普通に住宅っぽいですもんね。そしてその時刻表周り、この本数見るとローカル線だなって思っちまうよな。ていうか結構な数の普通列車に通過駅が設定されてるんですね。ふぅ、名寄までだったら快速が運転されてるのね。だけどこの通過駅ありの普通と比較したら停車駅6駅しか違わないんだが、じゃあそいつも快速なのよ。そもそも普通の定義ってなんだっけ。あと駅舎内にはもう一つカフェ兼交流エリアのクピカフェピップ駅が併設されており、町民の憩いの場となっているようです。カフェメニューも美味しそうだったんだが、さすがに朝早すぎて空いてなかったぜ。だったら帰りによって帰れるんじゃないの。確かに列車待ちに休憩していくのもありですね。道路側の駅舎はこんな感じ。これ見た感じだとどっちが表なんだかわかんねえな。外にはピップの中心的駅ということもあり、駅前には町内マップがドカンと置かれています。なるほど、今回行くスキー場はこんな場所にあるのね。そしてそのスキー場駅のバスは駅前広場から少し歩いた先に停車しています。このスキー場駅バスですが、町が保有運行しているバスのため無料で乗車することができるんです。あれ、旭川市内のスキー場って確か一般路線バスなんですよね。しかも予約制って聞いたことあるぞ。冬季はスキー場に行く人のために臨時便が増発されますので、そいつに乗車します。確かにこの便なければスキー客にとっては不便でしかねえな。ってわけで乗り込むぞ。あー、これで楽々スキー場まで行けるのね。だからって実況放置するんじゃねえよ。車内でゆっくりしてたらいつの間にか発車時刻になってたらしく静かに出発していきました。私たち以外乗客がいないんですが。そりゃあ旭川からここに来てスキーしようなんていうマイナーな客うちらくらいだろうよ。ちなみにこのバスは町のバスなので、途中町内各所経由しスキー場まで向かいます。そのほとんどがご老人でしたが、まさかじいちゃんばあちゃんもスキー場で滑りに。そんなわけねえだろ。だったらすごいですけど。道中なんと旭川からの路線バスに遭遇。え、路線一本で来れるの。そういう方法もあると。運賃高くつくそうですけど。そして駅から20分ちょい地中隙回しの上、ようやくスキー場に到着しました。だからいい方どうにかしろよ。確かに町内ぐるぐる回ってきたから間違ってはないけど。じゃあ着いたってことはここから、うん、みんなでウィンタースポーツを楽しもうじゃないか。じゃあ準備始めていっか。板とか借りてこなきゃですね。じゃあ全員支度できたら最終号。そしたらね、とりあえずスクールに申し込んでこようと思います。はい。あ、もうびっくりした。ほんとだよな。お前スキー経験あるのにスノボ初挑戦とか先言えよ。いやごめんごめん、いつ言おうかと思ってたらタイミングつかめなくって。おかげで全員驚きを隠せませんでしたよ。しかし唐突ねー。なんで今になってスノボやろうとしたのよ。初めてスキーで滑ってからずっとスノボには手を出してなかったんだよね。だからせめて一度だけでもやっておこうと思って。チャレンジ精神だけは持ち合わせてるんだよなお前。ってことで初挑戦と安全上の理由から滑走中の映像は撮影しておりません。代わりに申し訳程度にリフトの映像が流れていますが、まあここでも十分にいい景色よね。ピップの街並みが一望できるんだな。滑りながらの方がよっぽどいいんでしょうけど。まあこうしておよそ5時間ぐらいスクール込みで滑ってたわけですが、めちゃくちゃに足が痛え。そりゃそうよ、慣れないことするから。そういや遊びに見せかけてこれスポーツだったな。そういやヨウムもスキー初挑戦だったっけ。なんか全然疲れて見えないな。まあ私は普段の修行とかがありますから。じゃあうつ主のニートっぷりの生活が響いたな。君たちもやってみればわかるさ、この辛さ。でも確かにちょっと疲れちゃったわ。さすがに一休みしたいわね。そういうと思いましてな、みんなで温泉でも入ろうか。こんな施設があるんですか。スキー場併設ではないんだけど、ほんと近場の距離それこそ歩いて2、
3分のところに、悠々ピップなる施設が存在します。ここはいわゆる複合施設になっていて、温泉、宿泊施設、会議室、多目的ホール、レストランとさらにはなんと夏場には庭でパークゴルフができるというまさに町民御用達の館なのであります。そういや朝のご年配方全員ここで降りてったような。皆さん温泉に入りに来たのか、帰りのバスまでちょっと時間あるしのんびりしておいで。そうですね、スキーで書いた汗流すのにはちょうどいいかも。わかってると思うけど、うぷ主覗きに来るんじゃないわよ。ここ普通の温泉だからしっかり区切られてるから安心しろ。あと俺そんな趣味ないからな。いいお湯だったわ。スキーした直後に風呂入れるってなんかいいな。疲れも取れましたし、体も温まりましたからね。そういや俺露天風呂があったから行ってみたんだけど、身元に髪が凍ったぞ。当たり前じゃない、外気温氷点下なんだから。それ見越して私たち露天入らなかったんだからな。さて、温泉入ってさっぱりしましたし、あとはもう戻るだけですか。そうだね、ちょうどスキー場発の路線バスがあるからこれに乗車しようか。あれ、なんだ結局帰りは一般路線使うのか。さっきの無料送迎バスの時刻で接続できる列車を探してみたんだけどね、一駅で見事に1時間の待ち合わせが発生しました。なるほど、これだと結局旭川でも1時間弱の待ち合わせが発生するんですね。だったら出発時刻遅いけどちょうどよく接続してくれる方がいいだろって親父の考え。なんだお前じゃないのかい。ちょっと待って、このバスに乗るってことはピップ駅のカフェに行けないじゃないの。まあさっきのとこで一息ついたし、外ももう暗いからあとは帰るだけにしとこうぜ。外暗いっつったってこれでまだ16時半よ。いや、振り場の16時台ってこれぐらいの暗さじゃないですか。まあスキー場がライトアップされてたくらいだしな。確かここもナイトスキーってできるんだろ。まあ確かにできるけどさ、いつかたった時の中規模スキー場で朝から滑り崩してナイターまでいようと思うか。確かにそう言われちゃうとな。おまけにナイターはコースが制限されんらしいからな。しかも私たちたった数時間で全コース滑ってきましたからね。うつ主も必死こいて滑ってたわね。おかげで足の痛みはまだあるだな。うわー、ナイターの光がきらびやかに。なるほど、この照らされてる面だけが滑れるのか。それにさ、いろんな経路で乗ってった方が実況としても収穫はいいじゃん。急にめたい話に持ってきやがった。まあ1日目でかなり変態的なルート通ってきましたからね。まさかあるとはな。そういうことで霊夢、家着いたらうまい飯とアイスあるからそれで許してくれ。仕方ないわね。アイス1日3個食べてもいいって言うなら、自ら破滅の道を歩んでいくとはさすが霊夢。ってことで最初のバス停ユーミンピックに到着。おいまぜ、うぷ主ここにもバス停あんじゃねえかよ。どうせなら始発から乗ってった方がいいかなと思いまして、ここからの乗客がいないんでわざわざ歩いて戻った意味は皆無ですね。今のとこまた私たちしか乗客いないからちょっとくつろいで帰りましょうよ。そして気がついたら名寄国道を進んでいた。また寝てたな。ここからピックトンネルを通過し旭川市ですね。末広地区に入ると住宅地になり、気がついたら結構な乗客がいました。これは始発から座ってて正解だったな。なんか街灯も多くなってきた印象ね。道路も片側2車線になり、いよいよ中心部へ向かってる感じですね。なんか途中すごいライトアップの公園があったんだが、公園でライトアップやってんのか。これ支持者のあれよりも綺麗なんじゃ。それと比較しちゃいますかと思ってたら、なんか正面にバカでかいクリスマスツリーが見えてきたんだけど、どう見てもクリスマスツリーじゃないだろ。うつむしさん、何ですかあのタワー。お、ここは旭川ときわロータリーだね。ここはラウンドアバウト見たくぐるりと環状式の交差点になっていてね、そこの標識の通りなんと6つの通りが交わる交差点なんだ。まあそうすると中心にスペースが余るから、そこにシンボルタワーを建てたってわけ。へえ、そうなんですね。確かにタワーがあるんじゃシンボルと目印になりますもんね。このタワーは東京タワーみたく展望台は設置されてないの。明らかに東京タワーどころか札幌テレビ塔よりも高さないぞ。残念ながら展望台は設置されてないけど、札幌テレビ塔よろしくタワーには時計と温度計が設置してあるよ。確かに高さはないけどその分よく光ってるわね。確かに根元の部分とかすごいなこれ。やっぱり渋沢のあれより。これ以上あの謎をオブジェと対比するのやめましょうよ。ってことで突っ込んでくでー。環状交差点なんて初めて通るな。これだけの大きさがあるからバスも楽々通れるわけね。これだけ大きいとどこ走ってるか迷いそうですけどね。ちなみにこの後行く台数にもこういうラウンドアバウトの交差点が多く存在していてね、特に田舎の方なんてほぼ全てラウンドアバウトなんじゃないかってくらいだったぞ。だからなぜネタバレかますっていうかなんか詰まってない。ここも国道の一部だから一方向に向かって渋滞するんだな。やっと進みましたか。そしてバスは国道から外れて市役所のある八条通りの方に進んでいくよ。こっから先は渋滞ないといいんだがな。しばらくすると緑橋通りに入り一路駅を目指します。ここから旭川駅まではずっとまっすぐなんですね。ここは道幅広いしバスが結構多い通りだからもうスイスイ進むんじゃなかろか。確かに正面に駅が見えてきたな。一応証拠がてら LCD も乗っけておきます。必要かこれ。バスの絵が描いてあってなんか可愛いですね。かなりのこいつは何なのよ。そいつは東北バスのキャラクターアサッピーだとさ。よく見ると動物園の白熊、大雪山系、さっき経路上通ってきた旭橋、そしてラーメンと丼が描いてあって旭川の魅力を詰め込みすぎたキャラクターになってるんだな。ラーメンのマントって、しかもあんた旭橋取り損ねたわね。ってわけでやっと旭川駅到着。やっと着いたわ。これで1時間バスに揺られてたのか。さすがに1時間も座ってるとお尻と買いたいですね。あとは昨日と同じく一駅乗車して帰ろうか。ほんとだ、確かにちょうどよく接続するんだな。この後神楽岡で発車シーン撮ってないので尺の都合上ここで次回予告。尺の都合つったってまた今回も40分近くなってるじゃないの。次回は4日目と5日目。明日は旭川市の名所の一つ科学館に行ってみようと思うよ。何も動物園だけじゃないもんな。あ、この科学館プラネタリウムとか
加減問題とかあるんですね。さすがにプラネタリウム内は撮影できないので、その他の展示施設をぐるっと回ってみようと思います。実はこの日だけ親父と別行動なんだよね。ここに来て真冬の北海道一人歩きとか大丈夫なの？とりあえず行って帰ってこれるように頑張るよ。そして5日目はいよいよ関東に帰ります。そこで前回入りそびれた石屋ファクトリーの工場見学とかするんだろ。あとはテレビ塔登ったりですかね。あれなんで行動予定知ってるの？前回のコラボ動画であんたごそっと言ってたじゃないの。そういやそうだったな。次の動画も多分同じ構成にはなると思いますが、ぜひ楽しんでみていただければと思います。あと今回の投稿が大幅に遅くなったのはもう本当に土下座以上で謝りますからお許しください。土下座以上ってなんだよ。ちなみに次の投稿予定は駅名の後に A 列車か DVE。 あ、これ遅くなるの確定ですね。 DVE も久しくやってないもんな。ってことで神楽岡到着です。なんかここに来て一気に疲れちゃったわ。家着いたらもう一回風呂入ろうぜ。では今回の動画はここまでです。それではここまでのご視聴ありがとうございました。次回最終回に続きます。次やっとラスト。